秉兵、秉兵は、朝鮮の政治家。日本統治時代の朝鮮貴族。秉費の親戚。利用職長官、中枢院顧問。1858年、中世南道海徳軍に生まれる。1879年に、家居の陛下に合格し、秉費に代表される、李教秉氏の下で、出世街道を歩んだ。1882年の人語軍団では、秉費用護に回り、 以降彼女から調愛を受けるようになった。1884年、政金官の責任者である、広塚佐生と、都市氏の養殖に報じられた。また、後進政変の最大日本帝国へ亡命した、金玉金の暗殺計画を立てている。便秘と、沖きのり大員君との対立が悪化したため一時期、政治から身を引いていたが、1888年に、霊僧の反書につき復帰した。 1889年から5年間、平安道にて、監視を務めたが、その政治のあり方は朝平与から批判された。李強瓶氏自体反日思想であったため、初めの頃は瓶も、日本を快く思っていなかった。日清戦争が勃発すると清と内通し、朝鮮から日本勢力を追い出そうとしたが失敗、留託された。三国干渉後釈放された瓶は、露館派。 戦の進路派、李寛陽とのつながりを重要視され内閣に起用されている。秉氏の親族にあたる秉は、臨被殺害後も養殖を担った。朝鮮における日本の影響が色濃くなると、李寛陽と共に進路派から新日派へと移った。1897年、大韓帝国の建国が宣言されると、宮内府大臣や憲兵部隊司令など養殖を歴任。 さらに、大観点一銀行や農産業会社など、金融界、産業界でも活躍した。1905年には伊藤博文を招聘するため日本に渡っている。朝鮮総督、斉藤実と元旦廃芽式に臨む便兵。1931年1910年、日韓併合条約締結に賛成し、日本から朝鮮貴族として死者忌位を受けた。 1911年には、リギンと、梨本宮政子女王との政略結婚に関わった。1912年には、明治天皇大操の礼に参列している。1925年から1939年まで、朝鮮総督府中枢院顧問を務め、ビの妻が幹事を務める新日団体を設立した。1935年には、 朝鮮総督府が編纂した朝鮮放浪者名官に名を連ねた。1940年8月に死去。2002年に発表された新日派708人名簿及び2008年に民族問題研究所が新日人名辞典編纂のため事前にまとめた新日派リストに息子のビ広ヒはじめビ福本ともども記載された。2007年 新日反民族行為者財産調査委員会により、瓶が所有していた財産を没収する決定がなされた。11月22日には、新日反民族行為者財産の国家貴族に関する特別法の適用により、第三者に相続した財産も没収の対象となった。この決定を受け、瓶の子孫は該当する財産は、新日行為の見返りとして得たものではないとし、 不服申し立てを行った。ありがとうございます。